群れ女、長い黒髪を濡らし、川や海岸に現れて人を喰らうと言われる妖怪、群れ女。その多くは邪神の姿だが、例外もあり、各地に多くの伝承を残している妖怪である。妖怪画壇全集にはこんな話がある。文政2年、西暦1619年、越後と会津の境に流れる川の川岸に、柳の古木が自生している場所があった。蛇やツツガムシという毒虫の巣になっており、しかも川は渦を巻くほどの激流で、近づくものは少なかったが、その柳の枝は大きな籠、柳氷の材料に適しており、それに目をつけた若者たちが、その材料を取りに何艘かの船を出した。早速作業に取り掛かろうとした若者たちだったが、不慣れなため思うように船を操れず、一艘の船が川の激流に流されてしまった。そして船は三つ股のところまで流されてしまい、そこでその船の若者たちは、髪を洗う一人の女を見たのである。こんな激流で髪を洗うのは、どんな女だろう。と思いつつ見ていると、たちまちに悲鳴が上がり、若者たちは必死になって船を漕ぎ出して、仲間たちのところに戻った。その青ざめて震える様子を見た仲間たちが訳を聞くと、青ざめた若者たちは、濡れ女だ、濡れ女が出たと答えた。仲間たちは、そんなものいるわけがないだろうと笑い、止めるのも聞かずに例の三つ股のところへ漕ぎ出した。そうして仲間の船が見えなくなると、遥か彼方から恐ろしい叫び声が幾度となく響いてきたのである。仲間たちは二度と帰ってくることはなかった。濡れ女の尻尾は山頂約327メートル先までも届き、見つかれば最後、どんなに逃げても必ず捕まってしまうと言われている。近年のいくつかの書物にも同様の話が書かれているが、いずれもその出典となる文献は不明とされている。しかし、ガズ百鬼夜行のこの絵には、川岸に生えた柳、しぶきを上げる川の中に飲み込まれ、ひっくり返った柳氷らしきものが描かれているのである。出典となる文献は今でも、どこかに眠っているのかもしれない。島根県石見に伝わる伝承では、濡れ女が赤ん坊を抱いて海岸に現れ、赤ん坊を抱いてくれと頼んでくる。言われるがままに赤ん坊を抱いてしまうと、濡れ女は海に入って行き、入れ替わりに海から牛鬼が現れる。赤ん坊は石のように重くなって手から離れず、しまいには牛鬼に疲れて食い殺されてしまうのだという。そのため、
赤ん坊を抱いてくれ。と頼まれた時には、手袋をしてから抱くものだと言われ、牛鬼が現れた時に手袋ごと放ってしまえばよいと伝わっている。また、牛鬼に追われた男が小屋に逃げ込むと、小屋の周りをぐるぐると回り、女の声で、残念だ、残念だ、と言いながら去っていったという話もある。四国では濡れ女という名前で伝わっており、濡れた髪で現れて、人を見ると笑いかけてくる。笑い返すと、一生つきまとわれると言われている。教祭漫画に描かれた濡れ女は、この濡れ女に近いものかもしれない。鹿児島の種ヶ島には、濡れ嫁嬢と呼ばれる妖怪の伝説が残っており、雨の日に全身ずぶ濡れの姿で現れて、突然人を脅かしたり、やはり、赤ん坊を抱いてくれ、と頼んできたりするという。裏田墓地の下の山に昔から住んでいると言われる、濡れ嫁嬢の話では、赤ん坊を抱いてくれ、と頼んでくるので、その時は、走って逃げればよいのだが、もし抱いてしまっても、しばらくしてから赤ん坊の尻でもつまんで泣かせればよいのだと。そうすると濡れ嫁嬢が赤ん坊を取りに帰ってきて、褒美は何がよいと聞いてくるので、男なら使い潰しの筆、女ならかけたしゃもちと答えれば、男は学者になり、女は少ない米でも釜いっぱいの米が炊けるようになるという。幽霊やもののけというよりも、精霊に近い存在で、濡れ女とは別物のようである。髪の長きは七難隠すと言われるが、美しく長い濡れ髪に隠された正体が、精霊なのか、邪か牛鬼か、男の愚かな目では、見ることができないのだろう。